エショセの祠は、サハスーラ平原眺望台の南側にあります。サハスーラ平原の開放や行き方は、動画の概要欄のリンク先をご覧ください。ハイラルの監視塔からだと南東に位置しています。このエショセ祠では盾の極意、ジャストガードを学べます。ゴーレムが炎の玉を投げてきます。これを盾で弾いて攻撃します。注意点は、炎なので木の素材の盾を使わないようにしましょう。盾がない場合は、ゴーレムの部屋に錆びた盾と木の盾があります。錆びた盾で炎を弾きましょう。盾のジャストガードの練習ができます。ZR で盾を構えて、攻撃が来たら A ボタンで攻撃を弾きます。タイミングがずれても A ボタンを連打するとうまくいくことがあります。次は雷攻撃の弾を投げてくるゴーレムが加わります。炎は金属の盾、雷は木製の盾で弾きます。雷攻撃を金属の盾で弾こうとすると感電します。まずは炎攻撃を金属の盾でジャストガードで弾きます。次は雷攻撃をジャストガードで弾きます。雷攻撃は電気を通さない木の盾で弾きましょう。雷攻撃に木の盾でジャストガードをします。二体のゴーレムを、それぞれ盾のジャストガードで倒すとクリアです。まとめ盾のジャストガード、ZR ボタンで盾を構えて A ボタンで弾く雷攻撃、木製の盾で防ぐ、金属盾だと感電。炎攻撃、金属製の盾で防ぐ、木製だと燃える。ゴールに向かいます。ゾナニウムの剣盾、ゲットだぜ。ご視聴ありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。